シュリーレン現象の例。火のついたろうそくの周囲の気流をカラー化したモノシュリーレン現象とは、透明な媒質の中で場所により、屈折率が違う時に、その部分に縞模様やモヤ状の影が見える現象である。屈折率の差が大きければ、肉眼でも観測される。この現象を利用した流体の光学的観測法を、シュリーレン法と呼ぶ。シュリーレンはドイツ語のシュリアに由来する。 砂糖や食塩などの結晶を水中に入れて放置したり、溶質の濃度が大きく異なる2種類の水溶液を混合した時に発生するもやのような揺らぎはシュリーレン現象である。また、暑い日、長時間直射日光が当たった自動車などの上にもやのようなものが立ち上ることがあるが、これは温度によって空気の密度が異なることで、 屈折率が変わり生じるもので、シュリーレン現象の一つである。これは、影楼と呼ばれている。BOS 法で可視化された T-38C の衝撃波点光源の光をコリメーターで平行構成にして対象となる物体を通し、再びコリメーターを通すと一点に集合するが、対象物体に屈折率のムラがあると光線の破面が歪むので焦点がずれる。 そこで、焦点位置にナイフエッジを置くと、ずれた光が遮られるので、屈折率の村を明暗として観察できる。飛行中の航空機を観測する際には太陽を光源とするが、撮影は太陽面通過時に限られていた。2015年に、アメリカ航空宇宙局のアームストロング飛行研究センターにより、フィルターを利用して複数回の撮影を可能とした。 背景思考シリーレン法が開発された。ありがとうございます。